かったです。ちょっと寒くてブランケットを羽織じゃないかけてます。不思議な格好この人はいつも通りあの白いジャージです。次の年明けおしゃべり会まで1ヶ月も、そうですね、今日が今年初めてじゃない、今年最後のおしゃべり会でした。来年もおしゃべり会行きます。ありがとうございます。楽しみですね。皆さん今日は楽しかったよね。モテガのサンタコスにやられました。あ、嬉しい後でメールします。メールしますっていうかもう送ったジャージカニマイグルの写真がなんだ、買ったよ、ありがとう。トナカイにもサンタにも会いたかったな。そうだよね、もう忙しかったね。ぜひ来年も会いましょうね、たくさん。来年は2月までと4月のオフラインはすでに抑えて、ありがとうございます。たくさんお話できる、真っ暗で泣きながら忘年会中です。本当に全部真っ暗だった。私は見えましたよ、カニカ注射してくださってるのも見えてたし、あ、いつもと違う場所だっていうのも見えてました。本当にお問い合わせ早く対応していただけたらいいんだけど。こんばんは、あら、ストーブありがとう今日はありがとうございました。そうね、私そうなんですよ、会話が喋りたくなっちゃって、たくさんああだこうだわわわわって言ってたらね、ありがとうございましたバイバイとか言う前にブチって切れちゃうんですよモテのスタイル。絶叫系になるの平気なんですね。好きです絶叫。なんかそんな結構真下にこう落ちるのとかはあんまり得意じゃないんですけど、イエイイエイイエイ。セクシーなお写真のメール届きました。あー嬉しい、届きましたか。トナカイ、トナカイです。あれはハートありがとうございます。こんばんは。いいのです、楽しかったのでごめんなさいトナカイ、あ嬉しい、トナカイツインテールしました。こんばんは、遅れました、ありがとうございます、来てくださって、へへん、笑いながら滑ってた。そうなんです、楽しかった、あれイエイー今年最後だったんですよ、おしゃべり会。どうです、なんか、あ、暖炉の火が飛んできた、ありがとうございます、イエイイエイ。お腹めっちゃ足出してるじゃんね、寒い寒いと楽しかったよ、ありがとう、ありがとうございました、楽しかったです。私もこっそり、こんばんは、こっそりじゃなくて堂々と来てください、こんばんはこんばんは、オフラインおしゃべり会行こうと思ってます。あら嬉しいです、ありがとうございます、楽しみましょう。ちなみに どちらのどちらですか、どの部一
足先に良いお年を言ったな今日が最後だったのでおしゃべり会は友達と見てる。ん？友達？お友達木本です。今日は楽しかったです。ありがとうございますこんばんは。今日はありがとうございました。こんばんは。さっきカニマイグルの写真買いました。ありがとうございます。カニマイグル、分かってくれますか皆さん。なんかあの写真を見て、あ、カニマイグルってそういうことだったのねって思ってくださった方いらっしゃると思う。めっちゃいろいろ伝えてくれて本当感謝のおしゃべり会だったありがとうございました。楽しかった。たくさん喋れて好き。こんばんは。こんばんにゃーにゃー。初めてヒューナの写真購入しました。ありがとうございます。カニマイグルフォローありがとうございます。こんばんは。こんばんは。ジャージカニマイグル、そうです、ジャージカニマイグルです。フル装備なんです。なんか私服カニマイグルは私服にカニマイグルなんですけど、ジャージはもう完全にジャージジャージジャージのジャージで、まあ、カニマイグルつけてジャージカニマイグル。これだからこっちの東京の方はジャージカニマイグルなんです。で新潟の方は私服なんですよ。雪の結晶ありがとうございます。初めておしゃべり会に参加しました。サンタさん可愛かったよ。キャー嬉しい、ありがとうございます寒いの？そうです、寒いんです。だからコメントを読みたいと思ってこうやって手出したりとか、イエーイとかで寒くてまたこうやってすぐ入れるんです。今日はカニマイグルとトナカイとサンタさんをしました。フル装備あれだけ似合うのもというなら、そうだよ、あれは一番私が似合ってると思ってる。清楚なセーラー服の写真も良かったよ。そう、清楚なやつとジャージカニマイグルと。配信前に暖房つけなかった、でも今つけてる。もうすぐで暖かくなるよ。お、頑張ってる頑張ってる。4数えるか、 1,2,3,4,5,6,7,8,9。 かわいい、ありがとうございます。10,11,12,13,14,15,16。 17,18,19,20,21,22,2324,25,26,27,28,29,30,31。34歩です。ありがとうございますね。へへ、今日はおしゃべりありがとうございました。サンタさんもいました。この間お祈りしてもらったから13日当選しました。やったね、楽しもうね。ちょっと平日だからもしかしてお仕事ある方はお仕事終わりなのかな。お仕事の疲れを吹っ飛ばしてきましょうね。雪の結晶ありがとうございます。本当面白いね。何が何が、私面白いこと言ってないよ。メール返信したら出遅れてしまった。こんばんは。今日はありがとうございました。ごめんね、ちょっと聞き取れなくて。ありがとうね。でも最後の方はちゃんと聞こえてた。イエイイエイ、かわいい、ありがとうございます。サンタユナちゃん可愛すぎだわ、へへよかったですね。13日仕事終わりで参加します。
待ってますね。元気にぶっ飛ばしましょう。疲れを。こんばんは。約束通り名前の後ろにカニつけた。やったー嬉しいこれこのカニ嬉しい。ありがとうございます。ポー数えるポキちゃん、ポーもろい。私数えただけだね。面白くないよポポポ123って言ってただけだよ。可愛い子だね。だそうね。あ、ありがとうございます。お友達、お友達見てる。夜勤明け、うわ、うん、大変だよね。ありがとうね。存在が面白い。ちょっとそれはどうかと思うよ今日は奇跡的に時間内に挨拶までできたのが感動した。私は絶対に言おうって思ってたんですよ。心に決めていたのです。最後の、今年最後だったから。やっぱり精査でおしゃーまーな。ポーさん大好き大好き、ありがとう。イエイ。来週のオンラインオフラインゆうなちゃんの夢、ありがとうございます。おしゃべりできるの楽しみにしてます。かわいい、ありがとうございます。 I love you。イエイ。ペンライトありがとう。楽しい。こんばんは。こんばんは、遅くなりました。こんばんは、ありがとう、来てくれて。次はまた時間忘れるくらい盛り上げられるように頑張る私いつも、あ、またお話の途中で終わっちゃったよって反省してるんですから。もう今日は皆さん結構な確率で最後に挨拶できたじゃないですか。できなかった方もいらっしゃるけど、じゃないですか。だから私はちゃんと考えてるんですよ。だってありがとうございましたとか、またねバイバイとか言えないの嫌じゃないですか最後にちゃんと挨拶できるのは奇跡に近いんですね。そうなんですよ、お話盛り上がっちゃって気づいたら残り、あ、1秒、あーあーやーってなっちゃうの。だから皆さんとおしゃべりできなくなった後に、あ、ありがとうございましたってなってる、いつも毛布緑、なんか緑っぽい、緑っぽいね。メール見たけどトナカイ可愛かった。あ、嬉しい、ありがとうございます。トナカイの色が好き。今こっそり名前の後にカニつけてみました。あ、嬉しい、ありがとうございます。カニ、カニ、話の途中で切れてすみません。あ、大丈夫です大丈夫です、いつものことですから。私がね喋りすぎちゃうんですよねごめんなさい、挨拶最後にありがとうも言えずに終わってしまってすいません。こんばんは。よく帽子って覚えてたね。記憶力良すぎ。そうなんですよ、私記憶力いいんですからふふハリプまだですよ、近くに。メール返信してありがとうございます。終わった後ちゃんと挨拶してたのか。今日はうーん多分半分くらいは挨拶できてる。でも半分の人はブチってなってるちょっと成長。ゆうなちゃんとお話ししたらそうなりそう。なるんです、なるんです。汗汗じゃなくてちゃんとなるんですよあのなんとかでこうとかで、あ、ありがとうございます、いつもショールーム、あー、メールの返信も読んでますわー、ガチャってなっちゃうの。盛り上がっちゃうんだよ。逆に盛り上がって終わるから切れてから爆笑して
私はああまた終わっちゃったよって思ってるよ。来年こそゆなちゃんとお話ししたいな。待ってるよ待ってるよ、楽しみだね。今日めいっ子のダンス発表会だったから、かわいい、いいね。私もダンスしよう、カニの舞。どうですか、私のダンスの発表会も見てくださいよ。発表会です、かわいいな。それはもっと取るというやつか。違いますよ、何秒だったとしても私は絶対盛り上がっちゃっておしゃべりしちゃうんです。今日のオンラインの結果を踏まえて次の岡山市決定、ありがとうございます。たくさん話しましょうね。緑白だ、確かにそうだわ、緑白。本当にガハハハ可愛いじゃんちょっとやめて笑わせないで言われたそばからガハガハ言ってるし、I love you。 オフラインを確保したからあとは4月まで無事生きるだけ。元気に過ごしましょうね皆さん、ちゃんと食べるんだよ。カニの前です、I love you。 さっき話したのにもうまた会いたい、話したいって思っちゃう。素敵な子に出会えてよかった、キャー、ありがとう嬉しいよ。おしゃべり会は1ヶ月後、1ヶ月後だね、1月の14だよね。 I love you。黒いじゃがりこ食べましたか？美味しかったでしょ？私好きだったな、あのじゃがりこ。今日は資格試験があって合格しました、おめでとう何の試験な？カニでも食べようかな。カニ食べたい、ユウもカニ食べたい、会いたい、ありがとう。食べたいが一番いい笑顔でしたか？そんなことないよ。ちょっとじゃあ行きますかね。あら、カニをどうぞしてくれてる。色がつきました。1,2,3,4,5。1月のおしゃべり会マシマシしたい、見しましたよ。ありがとう。たくさんお話ししましょう。6,7,8,9,10,11,12。イエーイ。13,14,15,16,17。カニよりタコ食べたい。タコも美味しいですよね。18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 I love you。 35,36 イエイ、可愛い、ありがとうございます。37,38 イエイ、39 イエイ40
41、42。ねえ、絶対2回3回いる。いいか、43、44、44かな。コメント挟むけどちゃんと数覚えてる。ちょっとさ、ちゃんと、うん、さ、17、はい、なんとかなんとかなんとか、わかる、タコ美味しいよね。18、19ってやってるから覚えてる。いいですね、44ハリパー、ありがとうございます、イエイ。天ちゃいです、天ちゃいなのです。イエイ、その対応力は素晴らしい、ありがとうございます。17だよね、次は、うん、7まで数えたよねって頭の中でやってた。イエイイエイイエイ。こんばんは、皆さんイエイ好きですね。イエイイエイイエイです、こんばんは。こんばんは、タコさん、ありがとうございます。タコさん、ありがとう、イエイ。レインボースター、ありがとうございます。わあ、暖炉の日、あったかいね、ありがとう。さすがじゃないです、じゃないです、ないです。イエイ祭りですね、本当に。可愛いだけじゃないんですね、だって。ってことは、可愛いって思ってくれてるんですね、ありがとうございます。クリスマスナイのハイテンションですね、いつもです、イエイ。いや、面白くないわ。面白くないよ、さすがじゃないです、イエイ。早く開いて、あと1ヶ月ちょい我慢できんかもしれない。嬉しいな。ぜひ劇場にお越しください。公演やってるので忙しいね。家がいっぱい来る。寒そうだから暖炉の日、ありがとうね、あったかいよ。赤タコを食べて目がより目になりたい。え、どういう意味それ。2022年のお話し会は最後がユーナで締めました。あら、いいんですか、嬉しい。2022年の思い出、おしゃべり会思い出、やった、ありがとうございます。嬉しいよ、とてもとても。写真ホルダーがタコ中のスクショで溢れ返ってます。そこばっかりスクショしないでくださいよ。いつもかわいいとか、あざといとか、セクシーとかやってるんですから、そっちも撮ってくださいよ。タコ中ばっかりじゃないよ。雪の化粧、ありがとうございます。かわいいよ、ありがとうございます。タコさんの顔、アドレス帳のアイコンにしてますね。恥ずかしいんだけど。やだ、部活に可愛いと言うとニヤニヤしちゃうから、そう、ニヤニヤしちゃう、もうババババババ、可愛くて面白い、ありがとう。もう一杯飲んでいい、あんま酔いすぎたらダメですよ、イエイ。やっぱこのノリ皆さんがそうさせるんですから、私のキャラとかじゃないですよ、皆さんがイエイばっかり。イエイイエイイエイ、間違いなく可愛い、清楚セクシーで楽しい、イエイ、やったね、好き、はい、ありがとう。ビジュアル面じゃないです、じゃないですよ、イエイ。
こんばんは、タコさんありがとうございます。ハイテンション、美味しいご飯を食べてきました。今年中にもう一回パーティー見に行きたい。来てください、来てくださいよ、ぜひ。パッパパッパ、ありがとうね。好きなんでしょこれ。こんばんは、こんばんは、イエーイ。2023年のおしゃべり会、ゆうなちゃんが初の予定です。あら嬉しい。おお、それも嬉しいな。柱の影にならないところで見たいな。じゃあ、あさっての配信で皆さんお祈りするね。私可愛いよ、ありがとうございます。タコチはスクショタイムだと思ってた。いやいや言ってないよ、私今の顔スクショしてねえなんて言ってないじゃないですか。皆さん、あ、毛布なんですこれ、頼みました。あらいいじゃないですか。タコさんありがとうございます。いやいやいや、ガチのセクシー担当期待してます。あれもうセクシーなんだけど普通に。イエイ、でかいとこ前からありましたよ、これあったんですよ。あ、タコさんありがとうございます。3期生ウォードアイドル枠の木本さんです。はい、ここです、いますよ。こんばんは、ありがとうね、かわいい。ちょっと癖になっちゃった、金箔をまとわれたアヒル好きだもんね。初見です。初見じゃないですよね。こんばんは、タコさんありがとうございます。こんばんは、今来たけど今夜は何時まで。22時半です。タコタコタコ祭りから来ました。こんばんは、ありがとうございます。ただいま、おかえり。マジで両席がおまじないお願いしますね。本当に聞くんですから。タコでかい、そうなんです。これ触り心地も素晴らしくて可愛いタコさんです。元恵那ちゃんの配信見てるとにやけちゃうのよね。え、にやける、にやける要素ないけどね。ベルワードからスーイスイ、ここ元ユナスライムなんだけど、あれ、ここ元ユナスライム。こんばんは、今日のオンラインはいけなかったけど来年のおしゃべり会もよろしくお願いします。ありがとうございます、楽しみですね。明けましておめでとうしましょう。こんばんは、ありがとうね。ルームから来ました。そっか、可愛かった。ひひひ、みんなしてスイスイ可愛いとか言うんだ。やだ。
3期目も魅力的な子ばかりだし、知り合いのだからおすすめされるけど、ゆなちゃんしか撮ってない。ありがとうね、一途で嬉しい。ポキポキ、タコさんありがとう。目が感動しちゃう。スライムはどうしたら抜けられるかな。抜けられないけど、抜けられないんだけど。こんばんは、こんばんは。楽しそうなゆなちゃん見てるだけでニヤニヤしちゃいます。だってありがとう。タコなんかいいな、欲しくなってきた。いい感じですよ、これ。あの何、手触りも感触もめっちゃ良い。こんばんは。生写真を久しぶりに購入して届いたよ。ありがとうございます。カニマイグルのやつ。直近5公演中3公演が下手立ち見の立ち見席の自分に両席祈願を。あ、わかりました。12日に来てください。ここに来てください。そしたらするね。後ろにあったはずのカニは今日使ったからここにあるんですけど、かける。今日もお疲れ様、カニグル、カニグル、カニグル期間。ハートありがとうございます。イエイ。いつもにましてポモロイ。ノーノー、カニマイグルのカニ届きました。嬉しい。喜んでくれてる。やった、お揃いです。ゆなちゃんの配信楽しいからついつい訪問。ありがとうございます。楽しいって、イエイ。クワクワクワ、金箔にまとわれたアヒル、ありがとうございます。こんばんは。うん、この前上手立ち見席だったか、なぜそこに木本さんファンが生まれるのか分かったよ。木本さんしか見れない。そうなんですよ、上手、私なんですよ。どう頑張っても私なんですよ。まずパーティー、 ディアマイ、毒リンゴ、全部私上手で、でさらにはユニットはアナクリだから下手に行くんですけど、青空とかも全部下手から始まり、世界の人へ下手、 NGT48 下手じゃない、神手、あ、NGT48 世界の人へ神手なんです。すごい神手なんです。神手です。劇場行くとカニいっぱいいらっしゃるんですよ。嬉しくて、それが一目で、あ、ってことは私のショールーム見に来てくださってるってことだよね、ありがとうねって思うから、いやいやいやい。イエイ。
でも穴くりポイントは下手なんですよね。とマックスも下手なんです。一緒に歩くのは だいたい下手の方々なんですよ。なんです。まあだからその曲その曲でですね、皆さん私はガン見するので見ててくださいね。前回の最前列7番めっちゃ元湯な満喫できたよね。そうなんですよ、お祈りが効いて最善でした。柱が上手立ち岬の人々を木本さんにただ木本さんファンにさせるので、どういう意味どういう意味、柱が私しか見えないのか。上手立ち岬の方々は私が毒リンゴで歩く時とかイエーイとか青空とか私しか見えないのかな。ここのショールームが一番やね。やだ嬉しい、そんなん嬉しいよ、照れちゃうじゃない。いつかお見送りでずらーっとカニ連番したい。超笑っちゃうよそんなの。そんなのめっちゃ笑っちゃうよ。この前はね3人ぐらい、3人が最高だったと思うんですよ。3人連番さんがいらっしゃって、あカニ、カニさんたちがいらっしゃる、いやー嬉しいって思ってね、3人カニがこうやって、上手側だと元湯はリリノ率が高い。あ、だっても私とリリノが新芽なんだもん。だからさ、曲によってはこう逆になってるんですけど、こう端でこうくるくるってなってるのはリリの私。あそこ固定で木本さんしか見れないので、どんどん木本さんが気になるかな。ユナを見ていいだよそれは。公園のお見送りの並びって誰が決めてますか。自由です。準備できた順です。でもフライン、ん？回答、レーンはカニで溢れると思うよ、間違いなくカニ連番。面白い、楽しみですね。でもこれこういう時ってことでしょ、こういうカニマイクルの時に皆さんカニをしてきてくださるということで、隙をついてスイスイが釣ってくる。可愛いんだもんスイスイ、可愛さ負けてるもん。セクシーわかってるけど、可愛さは全然負けてる。皆さん、元ユナに帰ってきてね。ありがとう、自由案の準備で来た順。そうなんです、だから私は結構早い1番2番とかにいらっしゃるんですけど、いらっしゃるじゃない、まだ自分にいらっしゃるとか言っちゃってるのいるんですけど、この間最後の方にわざと並んで最後に出たんですけど、難しかった最後の方が、なんか
えって言わないの。なーにえって。セクシー分かってるけどって入れてくのいいね。セクシーはさっきで一番。セクシーは。わざと最後にしたなって思った。そうなんです、あの前にも皆さんがなんでいつも私1番とか2番なのみたいな感じで聞いてくださってて、あ準備が早いんですよって言って、フェイスシールドつけてオッケーオッケーと思って行くとだいたい1番とかなんですよねって言ったら、最後の方がずっと見てられるから、最初だとこう見て次の子だけど、最後の方だとこうずっと目で私のことを追ってられるから最後がいいよって言ってくださって、最後に並んだんですけどうまくできなかったんです。その時お見送りさせていただく時、うん、あくまさんありがとうございます。花束ありがとうね。先頭なんですよね私いつも。うん？今なんかクマさんがいっぱいトゥルルルルってなってたけど、なんかタコさんに見えた一瞬。気のせい？タコさんに見えたんだけど。このなんか可愛いクマさんのやつ。最後ゆうなちゃんってなったよ。どういうことどういうこと最後って。そういえば私入るときは毎回1番目だった。そうなの、1番目か2番目だったよいつも。ゆうなちゃんが見送りのときカチューシャつけてたらカニ増えそうで、そんなのできないよ。確かにお見送り戦闘率高いな。そうそう、なんか絶対隣にリリノいない。いつもリリノと隣なんだけど、私リリノって言ってる。え、タコいたよね。タコにしか見えなかったんだけど、あのクマさん、あれこんなのあったのって思ったよ。クマさんだった。そういつもアナクリスタート。そうなの。リリノといつもあいこうやって手つないで出ようとかさ言ってんの。絶対隣リリノちゃんいる。仲良し。はるちの誕生日は春のお母さんコンビで挟みました。確か春、あ私春リリノって感じだったんですけど、春のお母さん枠なので2人でお母さん誕生日ガールを挟みました。なんか今日もリリノちゃんお買い物するとか言って、私にひどり寂しいって送ってきたよ LINE で。かわいい。
よーし。スケベミルのハルちゃんに教えてくれてたし優しかった思ってるな。ハルのお母さんやってるの。違うよってハルに聞いたら違うよとか言われそうだけど、私はハルのお母さんやってるつもりなんです。す、明日はリバイバル公演行きます。あー楽しいね。ユーモ見たい。ずるい。ユーモ見たいよ。料理できないようには見えないんだよな。そうだよね。できそうだよね。ディノかハルかで言ったらハルの方が料理できちゃう。そうだ、ラジオも聞いてくださいね。明日解禁されるんですから。歌える、やっと。ちょっと口ずさんでも許していただけるぞ。ありがとうございました。今日は寝起きじゃないです。寝起きではないです。ありがとうございます。たくさんギフトありがとうございます。パチパチありがとう。どうしよう、あと1曲。うまいじゃん、ありがとう。むずい。ちょっと待って、これ現金無理だよね。どうなんだろうね。いいか。楽しすぎる。ありがとうございます。たくさんギフトありがとうございます。 OK です。懐かしい。めっちゃ懐かしい。保育園で踊った。では壇上を読ませていただきます。13位水ゲイツさん、ありがとうございます。12位音速の貴公子さん、ありがとうございます。11位パックさん、ありがとうございます。10位リュウさん、ありがとうございます。9位トシさん、ありがとうございます。
8位、まこいもさん、ありがとうございます。7位、あべべさん、ありがとうございます。6位、ひろいちさん、ありがとうございます。5位、片山さん、ありがとうございます。はー、なんでよ、もう一回言うよ。13位、音速の貴公子さん、ありがとうございます。12位、パックさん、ありがとうございます。11位、リュウさん、ありがとうございます。なんで私これ読んでるときいつも。10位、コウキポキさん、ありがとうございます。10位、あ、じゃない、間違えた。9位、トシさん、ありがとうございます。8位、アベベさん、ありがとうございます。7位、マコエモさん、ありがとうございます。6位、ひろいちさん、ありがとうございます。5位、新潟和さん、ありがとうございます。4位、マサ佐藤さん、ありがとうございます。3位、片山さん、ありがとうございます。2位、ブッチャーさん、ありがとうございます。お誕生日おめでとう。1位、わたちゃん、ありがとうございます。今回もたくさんコメントありがとうございました。全部読めなくてごめんね。なんだけどちょっと今日誕生日の方いらっしゃるからちょっと待って。うわっ、いてててて、っとよいしょよいしょ、へっこらせ、うん、はいはい、今日誕生日の方いらっしゃる、おめでとう。今日ポニーテールが邪魔でできない、おめでとう。何歳おめでとうございます。イエーイ、ハッピーバースデー。今日も一日お疲れ様でした。おしゃべり会来てくださった方ありがとう、楽しかったよ。私テンション上げありがとうございました。おやすみ、ごきげんよう。バイバーイ。また明日ねー。